まさにコーヒーを売るんじゃないんですね、うん、居心地を売ると。今までの喫茶店とか、うん、カフェの概念をある種塗り替えたっていうところなんですね。そうなんです。成功するマーケティングっていうのは、うん、人への優しさ。どうもしゅんです、こんにちは。どうもバラマツです、こんにちは。はい、ということでですね、今回も日経の中村さんに、いろいろお聞きできたらなと思ってます。よろしくお願いします。お願いします。今回はスターバックスっていう会社ブランドをテーマに、先ほどのマクドナルドと比べながらスターバックスのマーケ戦略についていろいろお聞きできたらなと思ってます。はい、よろしくお願いします。お願いします。実は大学1年生の時にアルバイトを申し込んだんですよね。落ちちゃったんですけど。落ちました。はい、社風に合わなさそうっていうところで僕らの会社のインターン生の池田くんは1年ぐらいスタバで働いてたんですよね。ちなみになんで働こうと思ったんですか？かっこいいなって思ったのと、うん、モテたいと思ったから。モテました？うん、モテませんでした入って1年ぐらい働いてスターバックス、ここいいな、すごいなと思ったところってありますか？アルバイトしてる人がすごいスターバックスのことがめちゃくちゃ好きだなって。確かに、それはある、うんうん、働いてる人が好きだからこそ、この好きがお客さんに伝わって、いい接客とか、いい空間を作り上げてるなっていうのは感じましたね、うん、店員さんにもよると思うんですけど、イラストというか、あれ、これ書いてない忙しかったんですね。忙しかった。これには書いてなかったんですけど、だいたいマジックでいつも来てくれてありがとうございますとか、イラストとか書いてくれるんですね、うん、ああいうのもなんか実は聞くところによると、マニュアルがあるわけではないっていうふうに聞いたんですけど、うん、働く人がスターバックスがすごい好き でかついろんな人に愛されるブランドになったのかっていうところを中村さんにお聞きしたいです。うん、原点に帰るとそうだなと思いますね。これ作った広げた人、ハワード・シュルツという創業者がいらっしゃるんですけど、もともとスターバックスの店がそこで働いてたんですね。働いた後にイタリアに行ったんです。イタリアでエスプレッソ文化っていうことに触れたわけですね。エスプレッソ文化ってやっぱりこうゆっくり時間を楽しむという姿をハワードさんは感じて、うん、あ、これだと思って働いた自分の会社を買収したんですよね、うん、で買収して心地よくコーヒーを飲める文化を広げたいと思って実は始めたんですね、うん、さっきマックの話もあったんですけども、マックもスターバックスも共通点なんですね。作った人と広げた人が違うってことですね。面白い。一人一人カスタマイズした文化を巨大チェーンで実現したいという、この相反するテーマをハワードさんが掲げて広げてたんです。これが原点なんですよ。冷静に見たらスターバックスって値段高いじゃないですか、はいはい、美味しいですけど、うんうん、スターバックスじゃないとダメってわけでもないと思うんですね、はいはい、マクドナルドみたいな形でフランチャイズ化しなくて、うん、全部直営店っていうところも珍しいし、伸びる教科書から逆のことやってるなみたいな、はい、感覚はあるんですけど。いや、まさに直営店と FC の違いですね。 FC ってやっぱりそのマックの価値をなるべく多く味わってもらいたい、安くて便利な食べ物を伝えたい。社長はオーナーさんですから、あくまでマックの仕事を受け負ってライセンスとしてやってるわけですから、うん、直営店はスターバックスの理念を直接実現する場なんですよ、うん、これを世界的に広げていったというのはスターバックスです。だからおのずとまさに文化を守るために直営にしてる、そこはもう決定的に違うと言っていいと思うんですね。コーヒー高いけどなぜ買うかっていうところで、うん、先ほどの理念のもうコーヒー売ってるんじゃなくて、自分たちは家でもオフィスでもない、うん、第三の場所を売ってるんだ、空間を売ってるんだっていうところが素敵だなって思ったんですよ ね。まさにコーヒーを売るんじゃないんですね、うん、居心地を売ると。スタバもともと昔から、ね、コンセントつけてね、すぐ働けるようになってたし、うん、まあサードプレイスであったり職場にもなってたわけですよね、うん、で、まあくまでもコミュニティの場としてスターバックスを位置してきたっていうのが実は変わらないスタンスだと思うんですね、うんうん。スターバックスって CM 打たないじゃないですか。はい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 。あれちょっと教えてほしいんですけど、なんで打たないと思いますか？今の話で言うと、広告って不特定多数にバーって広げるイメージなんですけど、うんうん、はいはい、スターバックスってなんか一人一人向き合ってるイメージがあるので、うん、広告っていう手段が合わなかったのかなって思いました。いや、まあ、ほぼ正解だと思いますね。スターバックスはあくまでも店舗体験から理解してもらいたいっていうのが、うん、多分徹底、あくまでも直営店であることとか、うん、店舗体験であることとか、さっきコーヒー高いって言ってましたけど、コーヒーも実は相場よりも高めに買うんです。高めに買うことによってコーヒー産地に対しても一定の利益を反映させたいという、そういう正義をやるわけですよね、うん、でそういうことも伝わってくるわけです。やっぱり、まあ、環境対策を徹底してやるとか、うん、今のお客さんの感覚ってやっぱり地球環境の問題もある中で言うと、飲んでることは実は正しい行為に我々は共鳴してるんだというふうに思わせてるというところが、やっぱりスタバのなんか戦略だと思うんですね、うん。
で日本で成功したと逆に思います？皆さん作業しようってなったらやっぱスタバ行こうってなるんですよね、うん、コンセントあるし Wi-Fi あるし、うん、周りもやってるしみたいな、うん、居心地もいいわけですね。居心地いいしっていう。じゃあスタートの時に何やったかというと、実は1996年日本に出た時って日本の喫茶店ってね、大体ねおじさんのたまり場だったわけですよね、でタバコバカバカ吸って、はい、なんとなくね漫画読んだり仕事もちょっとしたり、うん、で女性入れなかったんですよ、うん、スタバは全面禁煙です。初めから女性が入りやすい場を作ったってことが実は一番良かった。確かに。おしゃれたちは女性の感覚を言うわけ。ターゲットが2倍に広がりますもんね。そう、完全にそうです。で、タバコもどんどん日本もね、禁煙者が増えていく中でいうと、タバコない場所ってこともスターバックスです。女性から言うと、外食店って入りづらいですよね。まだまだ日本なんか社会的に言うと、まあ、単独世帯、そういうお一人で来てる人が日本で一番多いわけですよね。例えば一人で居心地のいい場所ってと、まあ、パッとスタバ行って本で読むっていうのはどんどん合ってきてるということです、ね。いや、本当そうですね。今までの喫茶店とか、うん、カフェの概念をある種塗り替えたっていうところなんですね。そうなんです。先ほど池田くんが言ってた、うん、働いてる人たちがスタバのこと大好きっていうのは、うんうん、すごいなんか大事な要素だなと思うんですよね。あ、まさにね、はい、スタバのブランドの半分はそれでできてますね。お、働き方と言っていいでしょう。実はマニュアルってないんですよね、うんうん、例えばこれよく言われるのはね、他の店だったらいらっしゃいませって言いますよね、うん、スタバって言わないでしょ、うん、こんにちはでしょ、うん、あれ強制してませんもんね。してないです。お客さんと一番心地いい言葉は何かって考えたんですよ、やっぱり。いらっしゃいませっていうのはお店の一方で気持ちを伝えるだけだ。こんにちはってのは挨拶だから、別にいらっしゃいませ言ってもいいらしいんだけど、とりあえずこんにちはでみんな、あ、確かそれが心地いいかなってんで割と共通になっていった。だから会話もね、普通無駄口叩くなって言われたけど、昔小売店の人と外食は。でも場合によってはお店の人も、あ、今日素敵なお召し物ですねって言っても構わないし、好きに雰囲気でやってくれっていうこと。理念としては居心地のいい場所を提供することですと。それ以外のことはもう皆さんご自由に。落ちたって言ったでしょ、はい、落ちたのは別に否定されたわけじゃなくて、基準ってあるんですかって言ったら基準ないんですよ、やっぱり。なんとなくその採用する人が、その人がまさにお店で店頭に立っているイメージができるかどうかなんですって。あ、全くできないですだから別に学歴も関係ないし、でそこは結構ねまたいいところだと思うんですよね、うん、だから受験戦争で勝った人間よりもその人佇まいみたいな、うん、それってやっぱ勉強以外の価値じゃないですか、うん、スタバがなんで流行ってるのかっていうのの一部分が今回分かった気がします、うん、優しさですね、うん、あのね、だから言ってましたけど、成功するマーケティングっていうのは人への優しさ、うん、じゃあ本日の感想を一言ずつまとめたので、物ではなく文化を作るっていうところが刺さりました。物を売るんじゃなくて文化とかを作って、結果的に世の中に価値を残すっていうところがいいビジネスにつながるんだなっていうふうに思いました。なるほど。じゃあ私の感想は理念の裏っていうことで、就職活動してた時に理念見たら、なんかどこの会社でもそれ言ってるじゃんっていう、なんか表面的な理解しかできてなかったんですけど、スターバックスさんもそのマックさんもなんでその理念が生まれたのかっていう裏のところを理解すると全て理解できるなと思ったので、理念をただ知るだけじゃなくてその裏の思いを知るっていうのが大事だっていうことに気づきました。いいですね、うん、ということで、今回中村さんにマックドナルドとスターバックスのマーケ戦略ってところをテーマにお聞きしました。日経スタイルさんの記事でも上がってるので、よかったら下の概要欄から覗いてみてください。ということで本日は中村さん、長い間ありがとうございました。ありがとうございました。このチャンネルはキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するというコンセプトで運営しています。就活生が抱えている情報、機会、行動格差を動画を通じて解決していきます。今後も面白くてためになる動画を出していくので、よかったらチャンネル登録お願いします。また動画に出てくれる就活生や一緒に働く仲間も大募集しています。気軽にご応募ください。ありがとうございました。